こんにちは、柴田です。今回は千葉管楽器に面白いギターが入ったというところで来ました。スーチャンネルのスーさんです。こんにちは、よろしくお願いします。コビリ参加です。ではお店入ります。こんにちは。こんにちは。マイスターです。何やら面白いものが、今日は面白いのが入ったんで、ぜひ開封を、開封をしたいと思います。させていただきたいと思います。もう世界中で話題ですね。スーさんも大好きなんですよね、それね。そうなんです、そうなんです。ネットで話題になってたってことだったので、ぜひぜひ持ちたいです。食いついてきましたけども、はい、マイスター、今回入荷されたのは、初ゲームでコラボしたというファイナルファンタジーストラトキャスターなんですね。ファイナルファンタジーストラトキャスター、みんな大好きな、あのスクエアエニックスの、とても話題になった商品なんですけども、なんとこれが今回フェンダーのメイドインジャパンですね、ダイナ楽器で作ったということで、素晴らしい作りということなのでですね、ちょっとドキドキしていますよ。開けましょう、開けましょう。美しいらしいですよ。おちょっと開けていきましょう。はい、楽しいです。あ、じゃあケースもあれですかね、もしかして。ケースもなってます。 FF ケースですか。 FF ケースらしい。あ、かっこいい、かっこいい。プレートがおー、めっちゃかっこいいっすね。すごいですね、フェンダーファイナルファンタジー。これちょっとテンション上がってくる感じ。寄ります。すごい、本当だ、 FF のロゴが。よいしょ。姿を現しましたね。おお、なんか上等な、上等なキーが。すごい。さあ、行きますか。行きましょうか。行きましょうか。運命の瞬間。かっこいい、やばい。かっこいい。かっこいい。なんかクールですね。クールですね。へぇー。オールブラックな感じなんだ。ペグとかもかっこいいですね、色合いが。これが今回の見どころというのがですね、端のところの、うん、あ、なんか本が入ってる。あ、これが、これよく見ると、これが、ここがなんか色が光ってる。おー、すごい、すげえ。これを見せたかった。クリスタル、これがですね、日本で作った理由っていうのが、これができるのが日本。これ木じゃないですね。木じゃないんですよ。これボディ自体はどうなんですか。途中から穴ってるらしい。動画でこれ伝わりますか。これ片側のホーンだけがこういう、まあ、樹脂素材みたいなのがしてるんですね。こっちは、こっちはなってないんですよ。木なんですね、こっちは。あと、この端の方も綺麗だという話ですね。ちょっと、こっちは青。そうです、これ映ります、これ。いや、超クール。世界観がすごいですね。なんかめっちゃ表現、いきますね。めちゃめちゃ来てます。こうしましょうか。ちょっとテンション。ちょっとよだれ出ちゃって。どっからかがこのクリスタル仕様になってるところですね。水流らしいということで、これで今回金額かなり高額ではあったんですけど、実物を見るとなるほどなと。いやスクリーンになってるわけですね。すごいですね。日本製フェンダーもここまで来た感じですね。今回またギミックが、あ、これ、あー、すごい、これイミテーションになります。あ、これ、なんかギター持ってるじゃん。
すごいですね。だから日本の職人さんの技術の粋が詰まったストラットキャスターですね。あ、本当だ。プッシュプッシュがついてますね。ちょっとこう金属パーツがガンメタっぽいのがかっこいいですね。こ、ね、れペグもそうなのか。ペグもコスモブラックっていう感じですね。このカラーで言うと。本当だ。ないですね。めちゃくちゃギラギラしてる。ピミットブレイク。すごい。アトラクションになってる。すげえ。いや、これは尊い。尊いです、ね。これは尊い。舐めるように。写真だけしか見たことなかったですけど。いやー、かっこいい。いや、でも高いと思います。